日本神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央鶴見区役所鶴見中央は神奈川県横浜市鶴見区の町名住居表示が実施され現行行政地名は鶴見中央1丁目から鶴見中央5丁目郵便番号は230-0051鶴見区中部に位置する北から東にかけて蛇行する鶴見川が境となり 西は JR 東海道本線の線路を挟みつくの町、豊岡町、鶴見1.2丁目に接する。南端は JR 鶴見線を挟んで生麦5丁目に接する。町内を京浜急行の線路と国道15号が南北に貫く。神奈川県道14号鶴見溝の口線と、 京急本線、JR 東海道本線の線路に囲まれた三角形の一帯が一丁目で、JR 京浜東北線、鶴見線の鶴見駅、京浜急行の京急鶴見駅も一丁目に位置する。両駅の間にはバスターミナルがあり、横浜市営バスと川崎鶴見臨港バスが各方面に発着している。 バスターミナルの南側には高さ117メートルの超高層マンションを含む再開発ビルシークレインが2010年に開業。JR 鶴見駅の駅ビル鶴見仮眠は老朽化のため建て替えられ2012年にシアル鶴見がオープンした。一丁目の北端には藤原頼常が参詣したとあずま鏡に記されていることで知られる鶴見神社がある。 その北側は2丁目で、住宅のほか鶴見図書館、国土交通省京浜河川事務所、横浜市下水道局のポンプ場などがある。旧東海道が南北に通り、鶴見川を渡る鶴見川橋が、市場下町方面に通じている。3丁目は、鶴見溝の口線及びその延長線の牛尾鶴橋に至る幹線道路。 京急本線と湾曲した鶴見川に囲まれた線形の町域で南北に第一京浜が通る。鶴見溝の口線と第一京浜が交差する鶴見警察署前交差点周辺には鶴見区役所と鶴見消防署が入る鶴見区、総合庁舎、鶴見郵便局、土木事務所などが立ち並ぶ。横浜市立鶴見小学校、鶴見中学校も三丁目中部に位置する。 東部の鶴見川近くには、伊東洋華堂鶴見店と、山田電機の大型商業施設が開店した。南に隣接する4丁目にも鶴見警察署や、税務署、年金事務所などの観光庁がある。京急鶴見駅東側は繁華街を形成している。町の南部にあたる5丁目は、京急鶴見駅に近い北部には飲食店や商店が並ぶが、駅から離れるにつれ、 アパートが多くなる。南端には、鶴見線国道駅がある。1980年7月28日に、鶴見区鶴見町全域と生麦町、市場下町の各一部から、鶴見中央一から五丁目が新設され、同時に住居表示が実施された。町名は、地元の通称から取られた。2017年12月31日現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。